新緑まぶしい春イモラ。グランプリはヨーロッパに帰ってきた。色とりどりのトランスポーターがヨーロッパラウンド開幕を告げる。シューマッハもご機嫌でインタビューに答える。フェラーリにサイドウィングがついた。みっともないが、なりふり構わずできることはやる。しかしシューマッハは予選3位。一転顔が険しくなってきた。10万人を優に超えるティフォシたちが集うアウトドローモエンツィオエディノフェラーリ。お目当てはシューマッハ。新大陸で放たれたシルバーアロー銀の矢を追いかける高速バトルインヨーロッパ。ここからが本当の戦いだ。フォーミュラワンラウンド4、サンマリノグランプリ今スタート。マクラーレン勢がいいスタート。おっとビルヌーブがいいスタート。ビルヌーブがいいスタートで3番手から4番手。ボールシッターはクルサード。素晴らしい出足である。6番手のビルヌーブが一気に4番手に上がっていく。2番手ハッキネン、3番手シューマッハ。クルサードは逃げを打った。攻め込めるだけ攻めておかないとミカやミハエルにしてやられる。その人たちとはこの差。イモラは車の総合力が問われる場所。クルサードは順調と言えたが、後方のハッキネンの様子をチームでは気にしていた。これほど離されるハッキネンではない。トラブルの兆候は何もなかったが、突然に来た。おっと、ミカ・ハッキネンがスローダウンをしています。ミカ・ハッキネンスローダウンの映像。これはどうしたんでしょうか。現在2番手走行中のミカ・ハッキネンですが、やや遅れて、そこをミハエル・シューマッハがかわしていきました。今年初めてのメカニカルトラブル。ギアボックスが壊れた。チームはピットインを指示し、ガレージ入りを命じた。失意のミカ・ハッキネン、フライングフィン飛ぶことできず。このままガレージ入りますね、はい。ミカ・ハッキネンにとってはグランプリ100戦目の記念日。しかし今季初のリタイアとなった。 Do you think that the team could be a reliability problem since now or is it imminent? I hope not. This was very unusual and I have to study what happened, but very unusual. 26周目、クルサードに続いてシューマッハがピットイン。順位は変わらず、クルサード1位、シューマッハ2位。続いて3番手のビルヌーブがピットインした。少々もたつく。このワンツースリー、トップ集団が全く同じタイミングでピットに入ったが、ちょっと遅い、ちょっと遅い。ビルヌーブは11秒1。この後アーバインが素早くピット作業を終え、3位を奪われる。ビルヌーブの給油口は蓋が開いたまま。チャンピオンチームとしては少々恥ずかしい。あっとですね、これ中野慎二のようにカゲロウの向こうに見えますが、中野慎二が今ミナルディのマシンを降りました。あっさりとブローしていくエンジン。炎も高々と上がる。マシンの実力テストに落第のミナルディ。高木虎之助も41周目、2度目のピットに入った。がギアボックストラブルでリタイア。アルゼンチンで完走できたが、イモラでは日本人全滅。今日は一日クルサードの日。シューマッハに対して一切の隙を見せなかった。さあ最終の試験にこれから向かいます、デビッド・クルサード。ミハエル・シューマッハもギリギリ最後の最後まで追い詰めました。スタンドは総立ち。今チェッカーフラッグ、ポール・トゥー・ウィングを飾りました。デビッド・クルサード自身4回目の優勝です。派手さはないがシュアーである。クルサード10点満点。
終わってみればアーバインを引き連れてフェラーリ2位3位、ティフォシも満足。クルサード今季初、97年イタリア以来4度目の優勝。シューマッハはなおもマシン開発に意欲。